武田信広は、室町時代後期の武将。若狭武田氏の一族とされることもあるが、実際には佐少とする説もある。また、道の区国の南部氏の一族とも言われる。影響3年2月1日、若狭国の守護大名、武田信方の子として、若狭マ浜い山城にて誕生。父、信方は家督を、弟、国信に譲る際に、 自身の子である信弘を養子にさせたが、間もなく、国信に、実施、信地下が誕生したことで疎遠になった。また、信弘は、実父、信方とも対立して、孤立無縁となったと言われているが、影響三年当時の信方は十二歳であり、国信は、誕生前であったため、この伝承の信憑性は低い。また、国信の子とする説もあるが、若狭武田氏との関係は、 当時の若さと北では地域の交流の深さに基づく構成の家宅と考えられている。宝徳三年、21歳の時に家子の佐々木、サブロベ門城、重ゲ老党の工藤九郎左衛門の城悠長ほか侍三名を連れて家院に乗じて若さを出本したという。しばらくは小学坊、足利茂氏の下に身を寄せていたが、 この年のうちに三個の南部三政の下へ移った。道の空りに移住し、南部家の領分から田辺、柿崎の治療を許され、柿崎武田氏を名乗るようになった。さらに、京徳三年八月二十八日、生駒世紀を報じて、南部大旗より、江戸地に渡り、上国家沢がの柿崎岸蛭に身を寄せた。その後、岸蛭に木に入られてその無養子となり、 柿崎勢に改めている。交渉2年に、着南、光宏が生まれている。交渉3年、長六元年にはアイヌによる、和人武士の館への一斉襲撃があり、和人武士団とアイヌの間で、古車マインの戦いが始まった。開戦当初は、当時江戸地にあった道南十二艦の内十艦が、陥落するなど、奇襲攻撃を受けた武士たちが追い詰められていたが、 岸切ルの下にいた信宏が、武士たちをまとめ上げて、大反撃に打って出ると、アイヌ軍は次々と敗退し、とうとう七重浜にて、古車マインフ氏を射殺し首を取った。この功績により、信宏の蝦夷地における地位は、決定的となった。干渉3年には、勝山間を築城している。文明7年、カラフトアイヌの主張から貢ぎ物を献上され、 カラフトを支配下に置いたとされるが、勢力から考えても、実行支配していたとは言えず、半ば放置されていたと考えられる。明王3年6月23日、死去。去年64、明治14年、信弘を祭人に、正木町に、正木神社が建立された。ありがとうございます。